まあ、昨日ね、その再会を果たしたそのスターバック、はい、これは元はといえばこう無名だった方をね、スマッシュの時にいたり、それが今日のテーマですか。そう、そうですよ、外国のこうね、まだこう我々が知らないようなこういう人がいたっていう話をしてくれという番組なわけですよ、はいはい。まあ、その一発目がやっぱりスターバック選手だったわけじゃないですか、はいはい。でそれ以降もスマッシュにいろんな選手がね、はい、コバックとかね、いろいろ来ましたけども、うんうん。でここ最近ね、全日本に、ギアニーバレッタ、はいはい、まあ今でもちゃんとそういうね、こうどこから連れてきたんだか分かんないの人たちをこう呼ぶの得意じゃないですか、はい、だからちょっと他にもどういう人たちがいるのかなっていう話をしてほしいという、そういうわけでございますよ。そんなに知らないですよ、あのね、うん、あの頃もそんなに知ってたわけじゃないですよ、うん、たまたま行ったら引っかかっただけなんですよ、実は。たまたまその現地に、でも本当インスピレーションで決めて、試合の良し悪しなんか全く関係ないですよ。なんかピクってくるんですよ試合の良し悪しは関係ない、こう、まあ、こいつあれですけど、こうなんですか、大きなイギリスとかイタリアとか、うん、誰もが知ってる国じゃない国から来る人たちの方がなんか面白いな、やっぱね、ロマンがあると思います。そうそうそう、さっきね、僕山下、ちょっと早めにある用事があって水道橋うろうろしてて、はい、で山下書店にじゃないのかな、なんだっけ、今旧山下、あのドームのところ、で、あの本屋行ったら小畑千代辞典が売ってたんですよ、はい。おばたちの辞典って世の中にあるんですか、で売ってて、買って、衝動買いしちゃってで、やっぱね、今のものは、分かっちゃうから幻想を持てない、持ちにくいけど、まあまあ、昔は戻れないから幻想が持てるの、まあ、そうです。やっぱね、幻想が大事なんですよ。で、おばたちを辞典に書いてあるんだ、だから、どっかフィンランドから、今のおば、現おばたちを呼びたいなと思って現代のおばたちを、そんなのいるのかよって言ってたから昨日ね、ジミーさんのお母さんがいたんですよ。あ、なんか呼んだって言ってましたよね、なんかね、試合前からずっと会場内うろうろしてて、はい、みんながお疲れ様ですってみんな握手しましたよね。どんな方でした、ジミーさん。もう優しそうな方でした。もうこの人がどうやってジミー続けるんだっていうちっちゃい方してて大きくないですね、ちっちゃい、すごいちっちゃい、ね。いや、ほら、挨拶の時に、今日は母も呼んでますって言って、そのお母さんのいる方にジミーさん手振ったりとかしたんですけども、どの方がお母さんだかちょっと僕ら分かんなくて、全然違うおっさんが手振ってたんですけども、この方かなと思ったらその人じゃなかったんです。おっさんがお母さんなら面白いですね。お母さんがそう、おっさんが母親だったらね、この労働休みみたいにね、小春よりちっちゃかったですよ。へえ、まあ親孝行ですね、あれはね、赤字とはいえね、本当にどれぐらい昨日出た多幸入道とかああいうところをこうジミーさんのお母さんが理解できたかちょっと分からんすけどもね、多幸入道って、俺昨日なんかずっと前新木場で確か会ったことあったんですよ、多幸入道で。多幸入道が、タジさん改めてご挨拶よろしいでしょうか、久しぶりです、なんとかの多幸入道と申しますってバカにしてるなこいつ。いや、しょうがないですよ、それがリングネームですからね。今日ね、もっと前には、クズプロって前やってたじゃないですか。やってました。あの時にはね、なんか俺、紀藤君に全部ブッキング任せたんですよ、はいはいはい。で、そして、なんかいろんな人たちが来るわけですよ。で、タイさん、ご挨拶よろしいでしょうか、はいっつって、なんとか〇〇と申しますって。もう韓国ももう次の世代のね、人たちにだんだん移り変わってるってことですよね。次の世代誰がいるんですか、ね、いや、だからそれこそ、ね、昨日の、とか、あの世代にもなるってことです。あいつ、韓国に住んでるんですか、日本じゃないですか。わかんないですよ。やたら日本語うまいじゃないですか。日本語うまいですよね。昨日なんか売店で、飴置いてんですよ。で、ユンさん、これなんで飴売ってんのさ、これは、チンコが出す飴ですって。梶井さんあげますって言って。で、その後、田中正人とかが来て、で、田中さん、これ、なんかこれの飴らしいですよって言ったら、うん、マジっすかっつって、田中さんにもあげますって言って、2人でもらって帰ってた。もらったってしょうがないでしょ、そんなの。2つしかなかったね。2つもらって帰ってた。売るもんなくなっちゃった。売るもんなくなっちゃったって言ったんで、何のため売店立ってるんだっていう。スマッシュまたやりたいですね。いいですね。いいですね。一回だけ。いや、本当にいつもね、2人で酒もたまに飲むんですけど、うん、もうね、スマッシュの話ばっかりするんだから。いや、そうでしょ。もし、で、けど、もう本当ね、長くやるつもりはなかったんですよ。うんうんうん、だからさっきも言ってたけど、キャンディーズだったっていうのを、その全長期でやめる。それが一番かっこいいっていうですね。でもうそういうのやりたかったから。うん、で、また、もしやるならね、ね、何回かこう回数を決めてですね、逆算してやってきたな。逆算してね。ドラマのように。うん、